最後に言い残したいことはないか。午後10時、都内のレンタルオフィス。私は今、暗闇の中、殺し屋の男に銃口を突きつけられている。返事がないな。どうして？無害な私がどうして？遅くまで一人作業をしていただけなのに、いきなり明かりが消えて、手足を拘束されて。うん？ああ、口にもテープを貼ってたんだったな。ちょっと、もっとゆっくり剥がしてくれない？これでも一応女子なんだけど。お前が男か女かなんてのはどうだっていい。殺し屋の俺にとってターゲットかターゲットじゃないか、それが問題だ。もう一度聞いてやる。最後に言い残したいことはないか。そんなに震えやがって。よっぽど殺されるのが怖いんだな。ダメ。ああ？そんなタイプな声で耳元で囁くのダメだって。俺の声がタイプだと？物語.comプレゼンツオーディオドラマ「声がタイプな殺し屋」。おい、なめてんだろ。今の状況分かってんのか。殺し屋に殺されかかってんだぞ。何が俺の声がタイプだ。嘘。全然タイプじゃないし、そのなんか落ち着いたトーンの中にも色気があって、ちょっと俺様キャラっぽい雰囲気ある声とか全然タイプじゃないし。なめてんな。その口、もう一度テープで塞ぐか、あるいは予定の時間より早いがこの銃口で塞ぐか。ちょっと待って、一旦落ち着いてね。あのさ、多分なんだけど勘違いじゃないかな。だって私、誰かの恨みを買うような人間じゃないっていうか、この20数年間、ほんと人畜無害の普通の人生歩んできたっていうか。人畜無害ね。ん？なんだこの机の上の。暗くてよく見えんが。それはさっきまで描いてた絵。これから死ぬとも知らずにお絵描きか。かわいいじゃねえか。だから耳元は。だがいくらかわいいとこがあってもクライアントの依頼は絶対だ。俺もプロの殺し屋なんでな。さて、覚悟はできたか？あまたの独身男性にその美貌を武器に近づき、甘い誘惑で大金を騙し取ってきた令和最強の美人女詐欺師め。え？誰が？だからお前が。違います。人違いです。私が美人女詐欺師って自分でも言いたくないけど、私別に美人じゃないし、それに詐欺師じゃなくてイラストレーターです。駆け出しの。今日だって締め切りに追われてて遅くまで作業してただけ。そしたらいきなり暗くなって手足の自由奪われて。さすがだな、百戦錬磨の詐欺師の嘘は。そうやって孤独な独身男性たちを騙してきたんだろう。信じてください。マジで人違いです。それじゃあしっかりと顔を見せてもらおうか。うん、ほうほう、なるほど。近すぎませんか？確かに暗くてよく見えんが、よく見えんなりに聞いてるほど美人ではないことはわかる。なんか絶妙に嬉しくない。えっ？美人女詐欺師は報復を恐れ、顔を整形してあえて凡庸な顔立ちにした。危うく俺も騙されかけたよ。凡庸。殺しの時間も迫ってきている。最後にもう一度だけ聞く。言い残したことはないか。凡庸なんだよね。私はきっと全部。うん？特別可愛くもない。一度だってモテたことがない。お金持ちでもない。むしろ貧乏なくらいで、勉強もそこそこで。うん、そこそこの積み重ねが私なのかも。だから一つくらいこれが私だって胸を張れるような何かが欲しくって、20代半ばになってイラストレーターに転職した。昔から絵を描くのは大好きだった。ずっと昔に私の絵を褒めてくれたあの彼の言葉が正しかったって証明してあげたかった。君ならきっと人の心をつかむような立派なイラストレーターさんになれると思う。でも現実ってうまくいかないね。ようやくイラストレーターになれたのに、描いても描いても全部ボツだもん。何のために絵を描いてるのか最近わからなくなってきて、もういっそのこと殺してくれた方が楽になるのかもね。もしかしてお前本当に詐欺師じゃないんじゃ。誰か来る。ケビンさんかな。俺の手を噛んだり叫んだりしたら警備員の命もないぞ。いい子だ。そしたら黙って俺にお姫様抱っこされろ。はい。よいしょっと。離して。仕方ないだろう。お前は手足を拘束されてるんだから。自由を奪われたお前は今俺のもんだ。言うことを聞け。私がいつあんたのものになったのよ。デスクの下に一緒に隠れるだけだ。静かにしろ。来た。声出すんじゃねえぞ。えっ。はあ、見つからずに済んだ。じゃない。これでもう警備員もしばらく来ない。今度こそ殺される。なんか懐かしいな、この感じ。え？はるか昔にもこんな風に隠れたことがあった。中学2年の秋だったかな。後ろの席の女の子と仲が良くて、いつも映画の話ばかりしてた。それがお互いの共通の趣味だったんだ。あの日も放課後2人で教室に残って話してた。気づいたらあっという間に日が暮れてて、わかる。あの映画本当に設定が完璧だよな。ね。殺し屋の主人公がどうしても殺さないといけない相手が初恋の女の子なんだよ。私あの映画何回見たかわかんないよ。まさに初恋映画の傑作。あ、いい。初恋映画っていう響き。ってもうこんな時間か。外もだいぶ暗くなってきたな。一緒に帰ろう。え、あ、ん？ダメ？いや、ダメじゃないけど。あ、先生の足音かな。見つかったらやばいだろう。この前も放課後残ってるの注意されたばっかだし。隠れよう。ああ、教団の下はオッケー。広いし2人でも行けるはず。声出すんじゃねえぞ。ねえ、だから静かに。転校なんかしないでよ。え、それはできない。ごめん。やっと気の合う友達ができたと思ったのに。ごめん。でも俺は君のことを友達とは思ってない。そうなの？この気持ちは多分ただの友達に向けられたものじゃないと思うから。それって、あのさ、俺が引っ越しして会えなくなるまでにあの初恋映画のラストシーンを一緒に再現しない？ラストシーンって、あのラストシーン？ダメ、俺が相手じゃ。ダメじゃないけど多分照れて死ぬ。死なないでよ。じゃあ引っ越しの日までに考えておく。分かった、約束だよ。てなことがあって、まあ結局あの約束は果たすこともできずに俺は引っ越すことになったんだけど、その代わりあの子俺のために絵を描いてくれて、転校する当日にくれたんだ。今でも宝物だよ。俺は本当にあの子のことが好きだった。ちょっと待って。思い出話に付き合ってもらって悪いが、もう待つことはできない。殺し屋としての任務遂行の時間が今ちょうど来たようだ。いや待ってって、そうじゃなくて。嘘でしょ、信じられないんだけど。オッケー、それが最後の言葉だな。なら俺からも一つ。さっき抱き上げた時に思ったんだが、案外いい匂いしたぞ。え、やっとシャンプー変えたからかな。じゃなくて、話を聞いて。時間だ。待って、私は本当に。3、お願い。2、だから。1、はい、ええ、だから今まさに殺そうと。え、それは確かなのか？ああ、そうか、わかった。何と言ったらいいか。何ですか？やっぱり人違いだったみたいだ。え？つまり殺す相手はお前じゃなかったということだ。あははは。ちょっと後で拳銃貸してくれる？文句なら上に言ってくれ。あるいは一発くらいなら殴られてやってもいいがな。とにかくすまなかった。嬉しかった。ん？あんたのスマホ画面、さっきちらっと見えたの。どういう意味だ？私が中2の秋に転校するあんたに描いて渡した絵をそんな風に待ち受けにしてくれてるんだもん。何言ってるんだ。この絵はまさか。君ならきっと人の心をつかむような立派なイラストレーターさんになれると思う。あの時あんたがそんな風に言ってくれたから、今こうしてイラストレーターになることができたの。ちょっと待って、あんた殺し屋になったの？あの初恋映画の主人公に憧れちゃった？信じられない。けど久しぶりだな。まさかこんな形で再会するなんてね。夢叶えたんだな。おかげさまで。てかあんたさっき、俺は本当にあの子のことが好きだったって言ってない？私のこと好きだったんだ。聞こえなかったのか？俺はそんなこと一言も。教団の下に隠れてた時、もしかしてドキドキしてた？訂正しろ。私は好きだったよ。はあ？殺し屋さんがきょどってる。可愛いんだけど。約束。え？俺らがあの時にした約束、今から果たそうぜ。今から？ああ、あの初恋映画のラストシーンを再現するんだ。中2の秋、2人で盛り上がったあの初恋映画の話。その映画はラストシーンで女性が強引に殺し屋の男にキスをされる。待って、急展開すぎるって。逃げようとしたって無駄だ。手足は拘束されてる。ちょっとずつお顔が近づいてきてませんか？だろうな。お前の口を塞ぐのに拳銃なんか必要ない。待って、この唇で十分。ちょっとそうして強引にキスをされた女性は殺し屋の男にデートに誘われる。そして一緒に映画を見に行くシーンで映画は終わるのだ。早く着きすぎちゃった。映画見るの久しぶりだな。お待たせ。誰って俺ですが殺し屋をやめて正解だよ。顔つきも雰囲気も別人みたい。殺し屋をやめないとデートしてくれないって言うから映画楽しみだね。君が映画を見ながら話しかけてくるような非常識な人間でないことを祈る。元殺し屋に非常識とは言われたくない。上映中はくれぐれも。何？声出すんじゃねえぞ。